どうもパルクール系 YouTuber の中野しおんです。ついにチャンネル登録者数100万人突破いたしました。金の盾もいただきました。わーい。やっぱね、100万人達成するまでね、長くて険しい道のりでした。まず僕自身ね、すごい不器用な人間で、未だにね、どういう動画がバズるかがわからなくてね、結構やんでる時期があったんですけど、やっぱそんな中ね、コメントとか DM とかで、しおんくんいつも見てますとか、しおんくん応援してますみたいな、そういうメッセージを見るとね、めちゃくちゃ元気が出てね、なんとかここまで頑張ることができました。もう本当に皆様には感謝しております。ってことで今日はですね、僕が YouTube 始めてから100万人達成するまで、今まで作ってきた動画たちをね、みんなで振り返っていこうじゃないかという動画なんですけども、僕今までさ、パルクールとかコスプレの動画しか作ってこなかったからさ、自分のことを喋ってる動画ね、全然作ってこなかったんですよ。まあなんで、ね、今日はね、ちょっとしたね、僕の自己紹介的な動画になればいいなと思ってます。100万人達成してからね、自己紹介はちょっと遅すぎるかもしれないけど、まずね、このアカウントを開設したのがね、小学6年生の頃でして、もう2013年2月にはね、このアカウントね、もう開設してたんですけど、僕が今22歳だから約10年前だ。なんでね、このアカウントをね、小6の時に作ったかというとですね、僕がね、パルクール始めたのもね、小学6年生の頃だったんですけど、当時ね、パルクールの知名度ってめちゃくちゃ低くて、でもやっぱね、誰かとね、パルクールについてね、会話をするね、パルクール友達が欲しくなっちゃって、でそこで始めたのがね、僕 YouTube だったんですけど、その時の動画がね、こちらです。初心者らしい動きしかやってないんですけど、もしこの時からね、有名になりたくて、YouTuber になりたくて、ガチで YouTube やってたら、今頃1000万人になってたんじゃないかなってちょっと思ってて、YouTube ガチで始めるタイミング、ちょっと後悔してるんですけども、それから時が過ぎ、僕が高校卒業するか卒業しないかの時期になるんですけど、僕にね、新たな夢ができまして、パルクールを使って有名人になりたい。パルクールができるタレントになりたいっていうね、夢を思い出しまして、ここでちょっとね、YouTuber になろっかな、ならないかなってね、思うわけなんですけど、当時ね、鬼滅の刃のアニメがね、始まったばっかりの時期でして、竈門炭治郎がね、刀を持って、水ドラマって言いながらね、練習するシーンを僕見て、あ、これ再現できたら面白いんじゃないかなって思って、定期的に僕忍者のアルバイトと、車に借りるね、スタントマンのアルバイトもしてたんで、刀をね、振り回すことがね、日常茶飯事だったんですよね。竈門炭治郎のコスプレをして、練習やって、その動画をね、YouTube にアップしたら、なんと、500万再生超えして、そこからようやくね、YouTuber をガチで目指すようになります。その時の動画がこちらです。この調子でね、1000万再生、1億万再生いくようなね、動画を作っていこうってね、ちょっと思うわけなんですけども、人生ね、そんなに甘くないです。だんだんね、鬼滅の刃のパルクール動画ほどね、全然バズらなくなってくるわけなんですけども、動画編集とかが全然ダメで、テロップとかがね、ぐちゃぐちゃすぎたり、カメラアングルとかもグダグダすぎて、結構見にくい動画を作っちゃってたわけなんですよね。まあそんな感じで、バズるバズらないを繰り返していって、僕の情緒も YouTube もね、不安定な時期をね、過ごしてたらですね、気がついたら20歳になってまして、20歳になりますと、もう一つイベントがありまして、それがね、成人式なんですけど、僕中学の頃不登校だったんですよ。同級生の人たちにね、いじめられたりしてたんで、しおんくんがね、成人式に来るとかね、思ってるとね、一人もいなかったと思うんですけど、僕その時ね、マジで YouTube 必死だったんで、ちょっとこの成人式ですが、ネタにできないかなって思って、成人式に行ってパルクールをめちゃくちゃする動画をね、作り出すんですよね。でその動画がこちらなんですけど、スタート。陰キャ頑張るわ。僕のね、唯一の友達の木崎くん兄弟でございます。北岡です。あ、北岡、木崎くん浮いてるね。物理的にも周りの目線的にも浮いてますよね。この動画ね、いろんな意味で結構精神的に頑張ったんだけど、再生回数そんなにバズんなくて、ここでようやくね、一つのね、大切なことに気づくんですけど、やっぱ邪気があるとバズんないね。謙虚に生きよう。実は僕ですね、パルクール以外にも大好きなものが一つありまして、それがね、ミーム動画なんですけど、ミームっていうのがね、海外でめちゃくちゃバズってる動画のこと。暇な時間があったらミーム動画見てるし、寝る時間になってもね、ミーム動画を見て、気がついたら朝になってたっていう時がね、現在進行形であるんですけど、ここでちょっと僕もね、ミーム動画を作りたくなっちゃって、その時初めて作った動画がこちらです。
振りながらハイレベルな計算をするっていうね、なんか方法があるらしくて、真似してね動画作ってみたんですけど、結構インスタグラムで思ったよりバズって、ミーム動画作るといい感じになれるんかもしれないって思って、あらゆるねミームネタね、ここから作り出すようになるんですけど、シュパピムニャニョなんですけど、シュパピムニャニョオープン。最初にゴリゴリやばいブレイクダンスの技の動画を流して、でそのブレイクダンスの技を真似するんですけど、その真似をするときにパピムニャニョって言いながら真似をするんですよ。その動画がね、思ったよりめちゃくちゃバズって、TikTok に載せたら2200万再生されて、ここからようやくね、僕のね、パルクールだけじゃなくて、ミーム人生も始まってきます。二刀流で作り出してからね、数ヶ月が経ち、2022年3月、ようやくチャンネル登録者数が10万人突破しましたー !10 万人といえばね、こちら。銀の盾が来た時もね、めちゃくちゃ嬉しかった。まあね、今こうしてね、ありがたいことに銀の盾と金の盾ね、どっちも持ってるわけなんですけども、金の盾の方が大きいし、金の盾の方が圧倒的重い。感情的にだったらどっちも重いな。2022年といえばね、もう一つありまして、チェンソーマンがアニメ化された年なんですけど、現実で再現してみたっていう動画をね、YouTube にアップしたんですけど、それがね、ようやく、めちゃくちゃようやくね、鬼滅の刃のアニメ再現の動画ぶりに、500万再生をね、突破することができたんですよ。いっぱい投稿していくわけなんですけども、めちゃくちゃ予想外なことが起きまして、関係者の方からね、声がかかるわけなんですよ。レンジのね、モーションアクターをすることになったんですけど、動きを担当した僕の動きがさ、テレビにちゃんと流れるからさ、ちょっとめちゃくちゃ嬉しくて。で、その映像ってね、マッパの方でね、YouTube でアップされてるんで、よかったら皆さんぜひぜひ見てみてください。YouTube 始めてから急にこうなって、で、これからまたこうなって、で、こうなって、こうなって、で、ここでこうなったんで、いや、よかったっす。で、まあ、そんなことがありまして、これも最近なんですけど、オファーがいただきまして、東京リベンジャーズの映画のね、PR しませんかみたいな声がかかって、映画で使ってた衣装を実際に着て、アクションシーンをね、再現するっていう動画をね、YouTube にアップさせていただくことになって、小さい頃からさ、アニメとか、映画とかにね、関わらさせていただく仕事がしたかったから、YouTube やってからね、自分が好きなね、お仕事ができるようになったんで、マジ YouTube やってよかったっす。とてもやってよかったです。もう、とてもやってよかったです。いろいろ苦労したけども、最初めちゃくちゃ良くて、急に悪くなって、悪い、良いってなったから、僕の精神状態を心天図で測った時のようなね、YouTube 人生だったけども、そんな感じでね、いろんなことをしてたんですけどね、2023年8月24日、ついにチャンネル登録者数が100万人突破することができましたー。100万人っていう数字はね、YouTube 始めてからの憧れだったんで、もう、本当にすごい感動したんですけど、ここにね、僕の金の盾があるのがね、もう、未だに嬉しい。はい、ってことでね、僕の YouTube 人生を振り返ってみたっていう動画だったんですけども、こうして振り返ってみるとね、僕の不器用さで病んでる時がね、めちゃくちゃ多かったですね。でもね、そんな僕をね、動画のコメントとか DM で、よくいつも動画楽しく見てますとか、ちょっと応援してるよっていうね、コメントを見ると、めちゃくちゃ元気が出てね、100万人達成するまで頑張ることができました。もう本当にね、皆様のおかげなんで、マジで感謝しております。次の目標なんですけども、100万人達成することができたんで、次はやっぱり、1000万人ですかね。1000万人ってね、結構ほど遠い数字かもしれないんですけど、まあでも僕そもそも YouTube 始める頃とか100万人行くって思ってなかったんで、無理だと思ったことができたんで、なんか、1000万人もいけるんじゃないかな。もう一つ目標があって、それがね、みんなが楽しんでもらえるような動画をやっぱ作りたいですね。僕ってね、やっぱ僕だけが楽しいね、自己満足動画作っちゃう癖があるんで、しょくんにこういう動画撮ってほしいとか、しょくんこういう企画やってみてほしいみたいなね、ことがありましたら、ぜひコメントで教えてくれたらとても嬉しいでございます。ってことでね、YouTube のチャンネル登録者数が100万人達成することができました。もう本当に皆様のおかげなので、感謝しております。次の目標がですね、1000万人なので、これからの週もね、確定しまくってね、みんなが見てもね、楽しいような動画を作れたらなって思ってるんで、これからの視聴もよろしくお願いします。ということでみんな、また次の動画でお会いします。